どうも、ラオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。千里の使い方を教えてもらったんですよ。装備はこれが正解らしいです。サイキックガンにルナティックピアスを2つですね。これで攻撃力がカンストするんですよ。これならダメージ与えられるんじゃないですか。ルナティックピアスで下がった命中率、それもサイキックガンで、必中になりますので、絶対に当たる。これだったら強いかもしれない。行ってみましょう。それでは、行ってみましょう。ブラッディヘルムを装備して、MP 吸収をつけてますね。通常攻撃、いいダメージ出せるよ。で、チアーガス。いやー、あんまり強くねえぞ。強い？これ。なんかこれがむちゃくちゃ強かったらしいんだけども、原作では。いやいやいや、あんまり強く、まあ、ブレイクさせるから、いやいや、ダメージねえぞ。ならば、フレイムスローはどうだ？これ、ダメージ結構あるんだけども、出るまでが長かったんだよね。これなら使えるんじゃない？うん。ブラディヘルム装備して、この武器だったらば、いいダメージ与えれるよ。ちょっと他の技も試してみよう。おう。いいよ。めちゃくちゃダメージ与えれるじゃん。おう。10万ボルト、これ、結構強くなった。やっぱ連撃系はいまいちだな。でもね、10万ボルトがすごく使いやすくなって、これぐらいの火力が出ればもういいんじゃない。でもまあ、めちゃくちゃ強いキャラクターに比べれば、まあ火力不足っていうのはあるけどね。でも全然火力もそこそこ出るようになってるし、使いやすくはあると思います。なるほどね、千里はこういう感じだ。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。千里の最強装備教えてもらいましたけども、これベストですね。サイキックガンで、必中になって、で MP 吸収、これは絶対いるかもね。にブラッディヘルムをつけて、ルナティックピアスを2つですよ。やっぱルナティックピアス強いな。でもこれ命中がね、ガタ落ちするんで、それをこれで補うっていう。なるほどね。そういうことですか。まあ、これを装備すると、千里の火力が結構上がりますので、そこそこ使えるようにはなるんではないでしょうか。なんかバカみたいなね、火力は出ないんだけども、まあそれなりに出るので、いいと思います。ありがとうございました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。